ニコさんってあんまり海賊っぽくないですよね。そうか、日焼けといい筋肉、どう見てもか。ルルアちゃん、今度こそはぐれないようにね。うん、ありがとうエーファ、気をつける。以前ほど吹雪がひどくないな。これは呼ばれているのかもね。私が生きる意味は守るため。私には守りたいものがあるから生きてるの。私には守りたい人がいる。私には守りたい場所がある。だから私は頑張るの。それが私の生きる意味だよ、ヴィントストーネ。汝の答え、確かに受け取った。なるほど、資格を持つに至ったか。ならば、あとは力を測るのみ。来るがよい、さとき者たちよ。なんじらの力で未来をつかみ取ってみせよう。うん、みんな力を貸して。行くよ、ヴィントストーネ。なんじの力、示してみせよ。はい。
何時にこれを。
ずれ必要になろう。ルルア。汝のせい、全力で輝かせよ。汝のせいは汝のためのみにあらず。万人に尽くし、万人の幸福をいざなえるよう精進することだ。の羽は手に入ったんだし、アトリエに戻りましょ。スティアちゃんの記憶を守る道具作るんでしょ。はい。さあみんな、大急ぎでアトリエに戻るよ。私には守りたいものがある。かつての君と同じことを言っていたな。そうなんです。それで嬉しくなっちゃって、まあ置かれてる状況は全然違うけど、それでもやっぱり私たち親子なんだな。私たちも行きましょう、ステルクさん。手伝えることがあれば手伝ってあげないと。うん、そうだろ。行こう、ロガナ君。私を超えたあなたへ、どうかお願いです。
私にできなかったことをなしてほしい。私にはスティアを救えなかった。でも別の未来を歩むあなたにならきっとそれができるはず。だから最後まで頑張ってください。絶対になんとかなるって信じてます。ルルアよりルルアへ。私からの贈り物。よし、やってやろうじゃない。スティアのことは私が守ってみせる。そうとなればメモリーコアの調合大急ぎでやっちゃおう。絶対に何とかしてみせるんだから。どこに向かうんだい？よし、出かけよう。お、ルルアちゃん、ちょうどいいところに。君に改めてお礼をしたかったんだ。君と一緒に旅をして君のことを見続けて人の成長そして人の力の源について知ることができた。そのおかげで魔晶石を壊すことができたからね。本当にルルアちゃん様々だよ。気にしなくて。そうかい。まあその謙遜も人ならではのいいところかもね。しかしあれほどヘナチョコな錬金術師がここまで成長するとはね。やはり人の成長は侮れないな。人はあっという間に大きくなるんですから。明日には今日よりすっごい私になってますしね。私の成長はとどまるところを知らないんです。そうかそうか、それはとても楽しみだね。さてルルアちゃん、今から手品書を開くつもりなんだが、もちろん見ていくだろう。今なら最前列の特等席さ。本当ですか？わーい、見たいです見たいです。そうかそうだろう。なあピルシェ、君が生きていたらどんな風に成長していたんだろう。過ぎ去ってしまった日々はもう戻らないけど、せめてもの償いとして私が生贄にしてしまった君の分も他の人たちの成長を見届けるとするよ。君に教わった手品を演じながらね。ピクスさん。ああすまない。では開演としようか。
旅の手品師フィクスの手品ショー、ただいまより開演いたします。最初の演目は私の相棒白鳩とピルシェと共に。さあとくとご覧あれ、種も仕掛けもございません。行き先はっと。ねえねえ、どこに行くの？なんだか昔を思い出すな。行き先はっと。あれ、オーレルだ。どうしたの？考え事？おう、ルルア。どうすればもっと強くなれるか考えていた。ステルクさんとは引き分けたものの、実質負けのようなもの。最強の剣を使ってあの結果なら、あとは僕がもっと強くなるしかないと思ってな。オーレルらしい考えだね。放っておいてくれ。これが僕の生き方だ。ルルア。その、なんだ、まあ、うん、今回の件といい、それ以外といい、いつもありがとな。うわ、気持ち悪い。頭でも打った？な、ふざけるな。人が珍しく感謝の言葉を。だって気持ち悪いものは気持ち悪いんだもん。なんかオーレルらしくないじゃん。はあ、めんどくさいやつだな。じゃあ僕らしくしてやるよ。ルル、僕は必ず最強の剣士の座をつかむ。だからこれからもそばで見ていてくれ。うん、それでこそオーレルだね。じゃあ一緒にご飯食べに行こうか。お腹空いてきちゃったし。おう、そうだな。じゃあハンバーグのうまい店に。オーレルはいっつもハンバーグだね。たまには別のものも食べたら？お前には言われたくないって言ってるだろ。剣に込める信念、何のために振るう剣なのか、彼にもそれが分かったようだな。やれやれ。ジオ様、あなたの弟子は将来私たちをも超えていきそうです。よし、出かけよう。だからだな、悪かったと言っているだろう。ほーんだ、ステルクさんなんてもう知りませんもん。これは絶賛喧嘩中かな。
何とも言っているように東の大陸には何があるかわからない。危険な魔物が住んでいる可能性だってある。だから君を巻き込まないように。私も何度も言ってますけど、それって私を信用してないってことですよね。もう私だって子供じゃないんです。私だって一人前なんです。心配されなくったって私だって。これは私じゃどうもできない。おとなしく帰ろう。うん。さーて、どこに？トイレを作ろっか。ビビッと来るのは。バチカじゃないよ。絶対になんとかなるって思って。大丈夫、信じてるから。そっか。それじゃあスティア。ええ、ルルは行きましょう。ステルクさん。ああ、ルルア君か。ステルクさん。あら、ルルアも。ちょうどいいわ。シュテルコーチに強力な魔物が出たって噂になってるの。何？まさかスニーシュチュルムがまた。わからないけど、放っておくわけにはいかないわよね。ああ、ミニ君は冒険者たちに伝達してくれ。シュテルコーチには近づかないようにと。わかったわ。ステルクさんは？無論、魔物の討伐に向かう。ええ、無理はしないでね。ステルクさん、今の話。ああ、そういうことだ。今からシュテルコーチに向かう。話を聞いたからには一人では行かせませんよ。いや、しかしどんな魔物がいるかわからないのだぞ。それにシュテルコーチは。だからこそです。だからこそみんなで行くんですよ。ならばせめてロロナ君だけは。いや、それこそ無理でしょ。お母さんが絶対に行くって言いますよ。
じゃあ準備ができ次第出発しましょう。それでいいですよね、ステルクさん。承知した。だがくれぐれも気をつけるのだぞ。絶対に無茶はしないようにな。よし、出かけよう。今の予定は、行き先はどこへ行くのだ。油断だけはしないようにな。ルルアちゃんのために私も張り切っちゃうよ。シュテルコーチか。そうですね。それらしき魔物いませんね。そいつから離れろ。おしゃべりはここまでだ。君たちは下がっているといい。やはりここは私が一人でやる。行くぞ。待ってください、ステルクさん、私も一緒に戦います。ロロナ君、いや、しかし言ったでしょ、私だってもう子供じゃないんです。あの頃は守られてばかりだったけど、私だって一人前の錬金術師になった。だから大丈夫、ステルクさんの横に並んで一緒に戦います。ロロナ君、そうか。倒した後も油断なんてしませんから。無論だ。では行くぞ、ロルナ君。はい、ステルクさん。
とかしないと。これを使って。道具を使うよ。私は心のどこかで君をまだ子供のように思っていた。だが先ほどの戦いで分かった。君は立派に成長したのだな。ステルクさん。思えば君とはもう随分と長い付き合いだ。君になら私の背中も預けられる。私もですよ。ステルクさんとならどんな魔物だってへっちゃらです。改めてこれからもよろしく頼む。はい、こちらこそ。意地を張ってすみませんでした。二人とも仲直りできたみたい。よかったよかった。錬金術師として力になりたいなって。
ておけないし。ほら、ステルクさんって結構無茶するでしょ。だからね。そうだね、お母さんとステルクさんはいいコンビだしね。でね、東の大陸の調査って結構長い期間になるらしいんだ。だからもうちょっとしたらまたルルアちゃんとは離れ離れになっちゃうの。もしルルアちゃんが嫌だって言うなら、今回の件は断る。私のことは気にしなくていい。お母さんはお母さんのやりたいことをやって。だってもうお母さんにはたくさんのものをもらったから。おいしいご飯も食べたし、たくさんお話もした。錬金術のことも教えてもらったし、それにフリクセルっていう名字をもらった。私の家族になってくれた。ルルアちゃん、だからね、私のことは気にしなくていいよ。東の大陸の調査行っておいでよ。寂しいは寂しいけど私は錬金術師でお母さんの娘だからね。寂しさに耐えられなくなったら道具を作ってお母さんに会いに行っちゃうんだから。そっか、そうだよね。ルルアちゃん、私もだよ、お母さん。ねえお母さん、お腹空かない？はあ、言われてみれば。一緒にご飯作ろうか。そうだね。あ、ひらめいた。私のカレーとお母さんのパイを合わせて。普通にありかもでしょ。物は試し作ってみようよ。うん、そうだね。それじゃ、うん、頑張ろう。おーん、今の予定は、さーてどこに行こうかな。どのくらい休もうかな。ルルアキ、あ、よし出かけよう。出発だね。楽しいお出かけになるといいね。先はっと出発だね。楽しいお出かけになるといいね。よし出かけよう。どのくらい休もうかな。うん、よし出かけよう。さあ
こに向かうんだい？ここに行くんだね。師匠、この材料なんですけど、結構珍しそうじゃないですか？ドリドリ。うん、確かにかなりのレアものね。さすが。開けごま。ニコさんってあんまり海賊っぽくないですよね。そうか？いや。あ、来たな。準備は終わったのか？うん、バッチリだよ。絶対にうまくいくはず。きっと大丈夫だってね。ええ、ルルアちゃん一世一代のアイデアだもん。そうだな。さて、もう一刻の猶予もない。始めるとするか。そうだね。それじゃあ、ティア、メモリーコアを。ええ、確かに受け取ったわ。制御装置と一体化する直前にこれを使う。そして自己修復機能を使用して、その後は。ルルア、お前たちの出番だ。制御装置からスティアを引き剥がしてやれ。うん、分かった。行ってらっしゃい。ええ、行ってくるわね。オペレート、セルフリペア、コード、スティア、フェルスガラクシア。よし、ここでメモリーコアを。セルフリペア、シーケンス1、2、コンプリート。シーケンス2、1、2、コンプリート。シーケンス3、1、2、コンプリート。言っている。メモリーコアも正しく動いたようだ。あとは、ファイナルシーケンスコンプリート。チェック。システムオールグリーン。セルフリペアコンプリート。オペレート、エンド。どうなったの？よし、自己修復は完了だ。これで当座の危機は回避できた。あとは、スティアを制御装置から引き剥がすだけだ。強い外的衝撃を与えてな。外的衝撃？それって、つまり…ああ、あのデカブツを思いっきりぶん殴ってやれ。ただし、一筋縄じゃいかないぞ。制御装置も防衛機構をフルに活用してくる。だから…手加減なんて考えるなよ。うん、分かった。シンプルで分かりやすいや。やるべきことはただ一つ。制御装置を倒してスティアを助け出す。そうだね、ルルアちゃん。よーし、私全力で頑張っちゃうよ。ああ、
僕も本気で行かせてもらおう。乗りかかった船だしな。オーレル君は素直じゃないね。ま、君らしいと思うけど。ピクスさんは本当余裕ね。頼もしっちゃ頼もしいけど。だな。よっしゃ、俺も負けてられねえな。テルアちゃんとスティアちゃんのために頑張りましょうね、ステルクさん。ああ、無論だ。この剣で未来を切り開いてみせよう。敵対反応を感知。オペレートモードシフト。モードシフトコンプリート。敵対反応を排除します。行くよスティア。絶対に私が守ってみせるからね。排除対象を確認。戦闘行動開始。
私も受け取る。たー、まだ終わらん。今がチャンス。戦闘補助コード実行。排除。損傷を確認。重大な損傷を確認。コアシステム維持不能。緊急シャットダウン。私の大好きなルドア。スティア、よかった、よかった。スティア。最大の決断、スティアとアーキリス、どちらを取るか、どうすればいいのか散々迷ったけど、結果としてどちらも守ることができた。この時の私はとっても嬉しくて、とっても誇らしくて、エーファとかお母さんとかみんなにしばらく同じ話ばかりしていたっけ。別の世界の私から託されたアルケミリドル、その思いに応えることもできて
本当に良かったけど、これはまだ終わりじゃない。私はこの後、また大きな決断をすることになる。だから、これは決断の章。新たなる決意へと至る、その過程。